じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、今日ちょっと中日の話題なんですけれども、また、はい、中日がちょっとここに来てマシンガン系統をすごくやり始めていると、うん、まあそうだね、はい、まあ、1イニングで3投手、まあ、使ったりとかで、その結果ちょっとピッチャーいなくなってしまうとか、うん、結構そういうこう、まあ、問題、まあそうだな、監督ってさ、はい、やっぱり一番何が難しいかっていうと、いろんなことがあるよ監督って、まあ、チームをまとめなきゃいかんとか、はい、いろんなことがあって、戦略とか、うん、野球を進めていく上での戦術とか、まあ、その中でやっぱトップに難しいのはピッチャー交代だろうな。そうですよね、なぜかというと、やっぱりピッチャー人が変われば流れが変わるっていうんで、うん、本当に状態がいいピッチャーが出てくると抑えられるけど、はい、その日投げてみないとわからないっていうピッチャーもいるわけだから、はい、だからそこで、まあ、ミスると、はい、ゲームはガタガタになるよね。そうです。だから変えるとか、うん、マシンガンとかそういうことじゃなくて、それはもう全然いいと思うんだよ、うんうん、で優勝が決まったオリックスの試合でも横山がね、あ、はい、ツーアウトから、まあ、連打されて一気に勝負決められたという試合、それピッチャー変えなかったという、うん、ここで変えるんだったらもう先に変えてよみたいな、はい、やっぱね、調子がいいとか悪いとかいうよりも、うん、俺が思うに最近、はい、今の子、うん、コンプラとかあったりだとかパワハラとかいろんな問題があって守られてるじゃない、はい、だからそういう意味では気持ちが弱い選手が多いな、うんうん、精神的な精神、だからその2アウトまで取り方すごく良かったと、はい、でも1本のヒットが出た、はい、チャンスがもう1本で広がった、うん、そしたらね、精神的にガタガタになるピッチャーがいるんだよね、うん、だからその扱いをどうするかというよりも、やっぱそのピッチャーがどんな精神で上がってるかっていうところも読み取っていかないと、ピッチャー交代っていうのは最近では成立しないなっていうふうに思うんですね。そうですね、岡田監督が、ま、マシンガンではないですけれども、うん、本当にその考えながら、ここはもうワンアウト取ったら次このピッチャー、うん、ツーアウト取ったらこのピッチャーっていうのを1イニングでやって、うん、ま、それがすごくハマって、今年いや、それをハマったんじゃない、ハメるように確立していったんだよ、岡田監督、岡田監督が桐敷も最初、はい、ね、先発で行って、でその後中に入れたけども、それもちゃんと会話をしながら、それで1イニングで3投手とか使う時もあるよ、うん、はい、だけどそれはね、しっかりもう伝達してるし、はい、それがもう阪神の野球になってるんだよね、そのスタイルに急にやっても選手は戸惑うよ、それはもちろん、あの9月20日のヤクルト戦だったんですけれども、はい、これ8回に、まあ、3投手を中日つぎ込んだんですね、はい、で3失点で同点に追いつかれました、あのサンタナのホームランからなんですけれども、で残りの投手がもう3人しかいなくなってしまって、9回にルーキーの松山投手をそのまま打席へ送ったと、うん、でその裏、この松山投手が2つのフォアボール、2四球と制球が定まらない、だけれども松山投手を変えられずにサヨナラ負けをしてしまったっていう、でも3投手いるわけだろ、そうなん、残り3投手はそうなんですよね、うん、だからその系統でマシンガンで使いながらもいたんだけれども、結局こうサヨナラ負けというか、まあだから精神状態が圧迫されてて、うん、例えばその前にフォークボールを投げて、うん、ね、弾いて、うん、それがセカンドランナーが返ってきたとか、まあいろんな状況があるよね、うん、その中でじゃあオスナを迎えた時にサヨナラを打った、うん、そこにフォークを要求しても低く投げられないよ、もう、うん、また叩きつけるんじゃないかって、それだったらそういう危険を回避して高めに投げる、うん、その高めを打たれるという、これはね、ピッチャーの交代うんぬんそうだけども、全部野球っていうのは一球に対してのつながりを持ってるから、そこでつながりを持たさないピッチャーに変えてやるとか、まあ、そういうふうにしないと、いやだからさっき言ったじゃん、今年状態がいいから必ずしもこの試合ね当てはまるっていうこともないし、はい、で今日の状態で言えばもうそのモチベーションがなくなったと思ったら変えてやらないかんし、うん、だから先発ピッチャーでも球数でもないし、ピンチをピンチをピンチをって、うん、それを切り抜けた切り抜けた切り抜けたで80球でもまだ100球いってないじゃないかっていう、そういうカウントではなくて、やっぱ精神的なダメージがどのぐらいあるかっていう、今の子供たちは考えてあげる必要性があるということだよね。そのもうピッチャーが残ってない、でもお前しか頼るやつがいないんだって、まあ、とりあえず一言言いに行くとか、お前に任せたって、もうこれはもう負けてもしょうがない、負けたら俺の責任だと、ね、もうとにかくお前に下駄預けるから、とにかく一生懸命投げてくれと、
そのやられたら俺の責任だということを、責任の所在を今の子たちっていうのはしっかりしてやると思い切ったことができるという。そうですね、うん、だから黙っていっぱいいっぱいになってるぞみたいな、自分でも分かってると思うんだ、はい、だから顔色が変わるもんね。いや、不安げな表情にどんどん変わってきますもんね。だから投げっぷりのいい子が投げっぷりが悪くなったりとかね、はい、だからまあいろんなところでそういうことっていうのは起きてるよ、うん、今例えばコンプラがあるから、まあ、その選手のプライドを守るためにも1イニングを任すっていうことはあるかもわからないけども、そんなもん悪いと思ったらスパーンと変えないと、うん、これはもうチームがダメになる。まあ、そうですよね。そう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 。その岡田監督はその意味のある、例えばワンアウトごとのピッチャーの交代って、だから成功するとそう見えるんだよ。見えます、ね、だけどやっぱあれが昭和の野球なんだよ。ダメだと思ったらどんな手を使っても切り抜けていくという、うん、だ場合によっちゃ無駄だなと思うけどリクエスト出して、ね、時間を間を取るとかさ、はい、まあ、そういうことだって手としたらあるわけよ、うんね、完全にアウト、これやるみたいなことも、相手がやっぱこう勢いが出てきた、乗ってきた、こら困ったと思った時にもうリクエストって、何のリクエストなの、完全にアウトじゃないかって思うやつでもやってくれと、それで時間を取ると。俺もう常々言ってるけど、勢いってやっぱスピードなんだよ、時間なんだよ。でやっぱね、勢いが出てきましたねっていう時の特徴っていうのは、ファーストストライク必ず早いカウントでやられてるよ、うん、あ、それでもう手の打ちようがなくなるというかさ、はい、そういう時にリクエストセカンドタッチしてるけどアウトじゃないのみたいなリクエスト、で時間を間を取ってあげるっていう手法もあるよね。だからマシンガン系統が悪いとかそうなんじゃないし、やっぱりピッチャーの交代のタイミングっていうのは昔とはちょっと違うし、うん、と思うのと、昔は容赦なく変えてたから、うん、そうですね、また変えんのかみたいな、時間が長かったですね、めちゃくちゃ長い、うん、まあだけど岡田監督っていうのは昭和の野球、うん、をしてるけども、昭和の野球っていうのは細かかったよ、うん、本当に細かかった、うん、だってファールを打つ、ファーストランナーが走る、ファールを打つ、え、今どっちが入ったっていうの見てるもんね、おしっかり、はい、そしたらカウント作ってエンドラン出してくれ、エンドラン出してくれっていうバッターがたくさんいたりとかもしたんだから、うん、あ、出たみたいな、走った打ったみたいな、ほらやっぱあそこはあいつが入った、うん、セカンドが入った、普通のセカンドぐらいが抜けてったみたいなさ、うんうん、もう本当にね、一球一球のつながりを持ち、一球一球でやっぱ思考を変えていったのが昭和の野球なんだよ、うん、だからそういう野球をやられると今は脆いよね、うん、そうですね、逆に、うん、あの今やってる、まあ、誰とは言わないけど、うん、人たちっていや、そう思うよ俺は、うん、いやだからそのマシンガン系統がダメとかそんなんじゃなくて、あの時失敗したのはどの上がこうどこに入れるかっていう打順の問題だよ、うん、あ、まあそれありましたね、打順が回ってくるのにそこに打たしてやりたいのにそこに入れなかったというね、まあ、そして松山選手が、まあ、そういうこともあったけども、うんね、だからそれは監督もいろんなこと考えてるよ、そしたらコーチがあそこに入れましょうってとか、そのアドバイスがあったかどうか、はい、そういうことも含めて、うん、ねあるよありますね、あるやっぱね、中日はそのファンの方が今いろんな思いをしながら見てるっていうのもあると思うんですけど、1イニングでのその系統がみんなどういう裏付けがあって、なんでこういう系統の仕方をしてるんだろうかっていうのが中日ファンの方はなかなかわからない、一方で阪神は勝ってるから、あ、こういう意味での1イニングでこの3系統なんだなっていうのがすごくわかるっていう、ちょっと対照的な、まあ、それはねやっぱ勝っていってるし、うん、1年間かけて戦いの中で形を変えた、はい、で選手がここは俺の出番っていうのを分かりだした、うん、で中日の場合はまだこう試行錯誤して、マルティネスが抜けるから悪いんだよ、だからガタガタになる、その危機管理っていうことでは、うん、やっぱあれもう鉄板だったからさ、そうですね、もういるもんだと思って戦ってたから、急にいなくなったらどうするこうするで、はい、ごちゃごちゃになったと思うんだけども、でも中日は別の話になるかもわからないけども、うん、カリステが良くなってきた、はい、石川、はい、細川、うん、とか、これは俺は光だと思うんだよね、うん、でそういうものを見せてきた、うん、ネオが投げた、結構良かったじゃないかみたいな、はい、だから光は見えてきてるんだよ、うんうん、だから、まあ、いいじゃないか、系統のことでごちゃごちゃ言わなくても
今年は勘弁せえよもう今年はいやほんとほんと、うん、もうね試合が勝ち出したらもう頭の中クリアになってくるから、まあそうまあ監督も勝てばいやそれはねやっぱ負け出すとまたか、うん、なんでこんなことになるんだって思ってるはずだよ、はい、うん、思っちゃいけないんだけどね監督もちょっとやっぱ疲れとかもあるんですよね。いやいやだからまあそこら辺はね、うん、やっぱりやってみなきゃわからないし、マルチネスがいた時の計算とは全く変わってきてるから、うん、やっぱそこら辺の計算が立たないんだろうね。それは阪神だって岩崎がいなかったら、うん、ここでこのピッチャー使っていいかなとか、これ9回どうするみたいな考えてると思うよ。でも岩崎がピタッといてくれるから、はい、ここで8回で使い切っちゃったって、うん、ここがいるからいいって。マルチネスがいないんだもん、どうやって抑えるマルチネスが前リードして100連勝とかしてたんだよ100連勝、いやいや本当にその100連勝がいなくなったんだから、うん、そらごちゃごちゃになるよね。なっちゃってます。まあ危機管理という意味ではね。そうです。そういう風になっちゃったけどね。でもね、もうね、重箱つつくような言い方をしたってダメだって、うん、やっぱ最下位になるにはいろんな原因があるわけだから。まあそうですね。そうそう。だからそれを切り取って、俺が話してるの、そうだってな。いや、切り取ってやってもね、それはかわいそうだって。ね。だからこれから、まあ、中日はカリストとか使えるよう、目処が立ったし、石川だってそう。ね、岡林がいい、細川が戦える、ね、はい、あとは田中がもう復帰してファームで頑張って鋭い動き、素晴らしい走塁を見せている、ね、で木下、宇佐美、この2人のキャッチャーにプラスもう一人加わるかも、うん、バイオンちゃん分かんないけどね、はい、いやだけどそうなってくると戦えなくはないんだよ、うん、だからピッチャーだっているじゃないか、小笠原や高橋宏斗と柳柳柳、はい、まあ援護点がないけどね、柳はね、かわいそうだけど、だからそうです、いやそうなってくると来季楽しみなんだよ、はい、だからこれをね重箱つつくみたいに、ね、うん、まあ、チク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 言ったところでしょうがないって、うん、今年もう優勝もない、はい、5位以下決定してるんだから、うん、いやそれだったらもう来季応援しようぜそうですよね、いや本当来季は楽しみだからそうですよ、ちゃんと形さえ整って開幕にドンと入っていければ、うん、だから秋、春のキャンプ、うん、でオープン戦、これの3点が大事だから、中日はそうですね、これはシーズン入ってしまえば、ね、馬なりに走らせるだけだから、うん、途中まで、はい、でどういう状況なのかっていうんで方向転換とかいろいろしていけばいい、うん、だから秋にどれだけの練習量を誇り、どれだけの野球を叩き込めるか、叩き込んだやつは春、これを復讐か、そうですね、復讐としてやりながらまた新たにこういろいろ作っていく、うん、チームのでオープン戦でそれを試し、はい、開幕に向かう、うん、もうそこを楽しみにした方がいいですね、今よりだから、ね、中日ファンはキャンプを見に行った方がいいと、あもう今から、ね、試合だったらスーツさんもいやいやそりゃそうだよそうですね、残り試合それはもうネオに、うん、よーし初勝利見れるって思ったらバカだから、だからキャンプでこうやって見てて、あこういうことやってるっていうその楽しみを、そうですね、うん、もう切り替えて、そう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 、そうですね、次のシーズンへの期待のものを見るようにして、だから鬼系統ができるぐらいのピッチャーをやっぱりどうやって鍛えていくか、うん、ね、どういうふうに精神的に注入していくかとか、はい、まあ、そういう作業を秋にやる、そうですね、はい、だわざわざストレスになるようなものは見なきゃいいんですよね、いや見てもいいよ見てもいいけど言うことはならん、もういいじゃねえかって今年はもうだって5位6位だからもうブツブツ言ったってしょうがない、もうさ決定してるんだから、でもバンテリンが超満員なんですよ、いやいいじゃないですか、すごいですよね、いやだからもう見届けといてくれってでこのチームがどう変化していくのか、うん、そうですよね、あだからやりようによっちゃ勝てるから、うんうん、それを俺は期待してるわかりました、いや本当だよ、はい